を歩いてると桜並木がすごくて、大した取り柄のない街だと最初は思ってたよ。千川通りのすぐ裏手で一人暮らしを始めた。大した取り柄のない街だと肩を落としたよ。知り合いもいなくて予定もなくて散歩日和と目打って、千川通りという名の道を一人歩きした。期待なんてのはしてなくて、なのに心は少しずつ踊り出す。散歩の折り返し地点として池袋を目指した。練馬の街と僕の街を比べながら、目白通りで信号待ち、先はカーブで見えない、こうだといいなと想像して進めを待ってた。開けた視界のその先にさらに大きな桜桜咲き乱れ。Thank you.